どうも、バンです。えー、さて今画面に映ってるこの画面これはですね自作ラジコン飛行機9号機の、えー、いつもの空撮映像を編集し終えてで、えー、動画の書き出しを行っているところの画面ではあるんですけども、えー、自作ラジコン飛行機9号機なんですけども、えー、ようやくですね空撮映像のこんにゃく現象を抑え込むことに成功いたしました。 えー、映像のこんにゃく現象とはどういうものなのかというのをですねちょっと事例を踏まえましてですね、えー、紹介させていただきますこんにゃく現象とはこんな映像ですはいえー、画面がですねぐ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 ね、えー、波打ってますよね これがまあ通称、まあえー「こんにゃく現象」と呼ばれる非常によろしくない現象です。見ていていいい不快だという,ふうに思います。原因はですね、まあ、もちろんあのカメラに伝わってくる振動とかあとそれから、えー、急速にこうカメラをです、ね、横に動かしたりとかした時に発生する、まあ、うんそういう時に発生する、えー、映像なんですけれども。 えー、今回このこんにゃく現象が発生している原因はですね、えーまあ、飛行機にカメラを搭載しているわけですから、えー、当然飛行機の振動をですね飛行機がま、えー、っすぐ飛んでいる時でもグネグネするということはですね、まあ、当然飛行機の振動がカメラに伝わっていると考えるわけですねで、えー、今回これの改善に成功しましたで改善した映像がこちらですつまりビフォアですねどうぞ 完璧とは言いきませんけど、まあ、ほぼ、えー、こんにゃくのようなね、うん、ぐね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 した、えー、映像にはなってないというふうに思います。で、どうやって解決したのか、えー、この動画、本動画はですね、えー、一応この自作ラジコン飛行機9号機はですね、テスト機なんで、えー、考察としてですね、記録に残しておきます。えー、っとですね、どうやって封じ込めたか、カメラの搭載位置を改善しました。えー、カメラの 一でですすねこんにゃくが発生していた時はこのような場所ですどうぞこのねカメラのマウント位置をねいろいろ試行錯誤してでここに今してるんですけどもそして、えー、こんにゃくを封じ込めさせることができた、えー、カメラの取り付け位置がこちらですどうぞ、えー、こんなところにカメラを搭載してみましたただですねちょっとリスクがあります え違いはですね、まあ、これはあの僕の考察なんですけれどもやっぱりあの空撮時のですねブレが伝わる伝わらないかでいうとですねやっぱり、えー、前者こんにゃく現象が発生した時はですね、えー、カメラがブレていたんだろうなというふうに思うわけですねであのこのようなですね焼き鳥の串を使ってやぐらみたいなのを作って、えー、強固に カメラマウントを、うん、作ったつもりではあるんですけれどもね焼き鳥の串を10本ぐらい使って、えー、機体に、えー、構築物のような、ねえー、ものを作ってで、まあ、カメラを搭載したんだけれども、えー、こんにゃく現象は封じ込めるところがですね全然収まってなかったということですねじゃあ封じ込められたこの、えー、搭載位置何が違うのか これはンの考察なんですけども、えーね、機体の構造体といいますかですね一番骨格になる部分に近いところに、えー、くくりつけているということだと思います。つまり、えー、完成モーメントといいますかです、ね、機体の持っている、えーまあ、あの一番こう、えー、重い部分 重い部分は当然、えー、振動が伝わったとしても重い部分は、えー、あんまりぶれないわけですね。で軽い部分っていうのは機体全体が揺れてる以上、えー、どうしても、えー、その部分の揺れがね、えー、ひどくなるのかなとちょっと口で説明するのはちょっと難しいんですけども要するに重いところ。 つまりあの重量物といいますかですね、機体は一応合体でできているんですけども、えー、やぐとか組んだらですね、どうしてもあの流体のようなところが出てくるんだろうなと。で、機体はやっぱりあの軽く作る必要があるんで、えー、鋼鉄のような、えー、完全な合体で作ることはできないんですね。なので、えー、全体的にはやっぱり揺れる。でもその揺れる中で、 えー、なるべくこう機体の、えー、完成モーメントが大きいところにくくりつけるのがいいのではないかというふうに思いました完成モーメントは何ぞやつまり、えー、ま全体機体は揺れるんだけれども、えー、なるべく重いものがそこら辺に集中しているといいますかですね機体の骨格のような部分にくくりつけるのがいいんじゃないかなということですねただですよただ、えーま、機体全体がね 飛行機、楽ゴン飛行機というのはですね、揺れてるんですよ。なぜかと言ったら、プロペラで推進する以上、プロペラっていうのは羽根が2枚ですよね。なので、空気をこう、かき回すわけなんですね。で、それも、プロペラが2枚ということはですね、均一にかき回ってないんですね。どうしても、えー、機体には羽根とかね、翼とかがあって、えー、っとその空気の伝わる粗、えー、密っていうのがですね、 えー、上行ったり下行ったり、えー、強弱がどうしても発生してしまうということなんですね。ということは、あの微細な振動が全体に機、えー、体全体にはあるんだけれども、えー、その微細な振動がならかのあの強振とかでですね、大きなこううねりのようなものになって、えー、とプロペラの回転数は1秒間に 1000、えー、回転とか1万,万回転とかなんだけれども、えー、その微細な振動ですね。1000回以上1万回転とか、そのくらいの振動がですね、強、えーまあ、振によって、えー、全体的にブレる。つまり、えー、振動1秒間に100以下ぐらいのものになったらですね、まあ、こんにゃくになってしまうというふうに考えられるわけですね。ちょっとうまく説明できないんですけどね。まあ、おそらくこんにゃく現象の あの原因はそういういいもんだと思いますで、えー、機体の一番ゴターに近いところに、えー、カメラを取り付けてでもですねやっぱり振動機体が振動している以上、えーとね、これ今までの経験でもあるんですけどもここだったらあのブレないだろうっていうところにつけても、えー、ブレるんですよ特にこのインスタ36052というカメラはこんにゃく現象が よく発生します,で、えーっとですね。場合によっちゃこの,この、ね、カメラの、えー、取り付けをですねちょっと揺らしてやるようなね、えー、措置つまり、えー、マウント部分に発泡スチロールのようなものをかまして、えー、やった方がこんにゃくが出ない場合もあるんですよ。 なので焼き鳥のくしであの構造体を作ってで櫓の上にカメラを搭載するっていうのはありっちゃありなんですよなんですけどもどうしてもうまくいきませんでしたで、えー、どうやらそのあの強振を抑えるためのカメラマウントゆるいカメラマウントを作るにしてもあんまりそんな櫓みたいなねそんなでかい、えー、揺れ防止のものを作ってもむしろ逆効果で えー、こんにゃく現象は収まらなかったという知見が得られましたでカメラマウントの共振を抑えるための、えー、土台例えば1号機とかではねこんな土台にしてるんですよこれあのカメラマウントと主翼の間に発泡スチロールが挟まってますこうしないと1号機の場合はこんにゃく現象が出るんですね なんですけれども、えー、この9号機の場合は近付けの方が、えー、とこのこんにゃく現象がね出にくかったということになるんですね。いやーだからなかなかこの共振といいますかこんにゃく現象を封じ込めるにもですねなかなかこの一筋縄じゃいかない、えーまあ、経験と勘にも含まれるような。 えー、ところがあるのかなといいう,うに思いましたねでこの技術はですね、えー、何にでも当てはまるんですよ。例えば、えー、ドライブレコーダーであったり車載動画を撮るにしてもやっぱりエンジンで車は、まあ、今んところ動いてますしね大体の車は。で、えー、ブレを抑え込むためにはどうしたらいいのかと。 いうのがですね、あの経験則的に、えーまあ、ちょっとずつ自分では分かってるつもりなんですけれども、えー、定量的にどうやったらこんにゃくが発生しないようになるのか、えー、っていうのをですね、えーまあ、今後もですねラジコン飛行機っていう分かりやすい、えー、媒体を使って研究するから得得していければなと、まあ、いうふうに思うわけですねちょっとまあグダグダぐだぐだと話してしまいましたけれども一、まあ、つの自作ラジコン飛行機救護機一応テスト機なんでね テスト期ということも踏まえて、えー、一つのね研究成果ということで、まあ、あの記録に残しておこうかなというふうに思いました。これねあのまあ僕は趣味でね動画という形で、えー、記録に残してるわけなんですけども例えばこれ大学の論文とかであってもね非常に面白いテーマなんじゃないかなというふうにも思うんですけどね。しかも世、えー、のの中役に立つ、えー 研究題材なななんじゃいいかなという,ふうにも思いますしもしね、えー、興味のある方がおられましたら、えー、連絡としていただければですね、えー、情報交流交換などね、えー、非常に面白い結果が得られるんじゃないかなというふうに思います別にあの研究成果僕別に研究してるわけじゃないですけどね趣味なんでね、えー、別にあの脱出を示することなくね、えー、皆様に情報を共有できたらなとは思っておりますんでどうぞよろしくお願いいたします ちょっと言い忘れたことがありまして、付け足しの動画になります。えーとね、今回、こんにゃく現象を抑え込むことができた、えー、映像なんですけれども、実はですね、撮影したあー環境がですね、結構暗かった環境なんですよ。えー、日の出直後で、ん天、つまり曇りの日でした。で えー、そうなってくるとですね、カメラのシャッタースピードが落ちてるんですね、おそらく。ということは、天然の ND フィルターのようなものが効いている可能性が高いんですね。で、えーですね、カメラやってる方だったらご存知だと思うんですけども、こんにゃく現象が発生した場合はですね、ND フィルターつけるっていうのも一つの手なんですね。これなぜかと言ったら、シャッタースピードが落ちることによって、えっ、ー、とね、 つまり、えー、ブラー効果がかかるんですよ。何言ってるんだブラー効果何じゃそれえっ、ー、とね、説明します。えっ、ー、とね、要するに、映像が滑らかに動くようになるようにすればいいんですよ。どうするどういうことか。シャッター速度を落とせば映像が滑らかになるんですよ。でどういうことかって言ったらですね、ね、えー、滑らかと言ってもですね、一、えー、コマ一コマが滑らかなんじゃなくて、コマの前後が滑らかなんですよ。でね、コマ一コマを見たら、 ブブレブレなんですけれども連続してみたら、えー、ちゃんとつながって見れると。でこの逆がですねパラパラ動画ということになるわけです。つまりえっ、ー、と、うん、コマ送りのようなね昔の映画みたいなあのカクカクした、えー、感じがですねパラパラ感と言います。で、えー、そうなるとこんにゃく現象が出やすいとされています。で えーまあ、ブラーをかけた方かけるというかです、ね、シャッター速度を落として映像のコマの前後時間的な前後で映像をつなげてやった方がこんにゃくが発生しないと言われているんですけども、まあ、根本解決ではないんですけれども、えーとまあ、一応そういう ND フィルターをつけるというのもですねこんにゃく現象を抑え込む一つの手段とされています。 でえー、空撮、特に FPV の世界ではですね、えー、ND フィルターはですね、えー、よく使われるらしいんですよ。で僕は、えーとですね、ようやく、えーとですね、ND フィルターを今、えー、注文中でインスタ 360Go2 に取り付けられる ND フィルターもね、えー、中華ですけども、う、うん、まあのくと言ったらかもうもはやね、えー、売ってますんで、えー、ND16 やったかな。 を今注文中ですちょっとね1ヶ月ぐらいかかるんでねまだ届いてないですけれども、えー、何が言いたいのか、えー、今回こんにゃく現象を抑え込むことに成功した、えー、映像ですけども暗かったつまりシャッター速度が落ちていったつまり暗かったからこんにゃく現象が発生しなかったとも一、まあ、つの考察として考えられるわけですよ。 なので、まあ、次の段階としてはですねちゃんと晴れた日に、えー、シャッター速度が上がっている状態でこんにゃく現象が発生しないかどうかっていうのもですねやっぱりあの確認したいですねでまあそれでも、まあ、ダメならばエディフィルターをつけるというふうにしたいというふうに思いますね、えー、ここをねちゃんとちょっと伝えきれてませんでしたのでちょっと付け足しのね、えー、情報発信というふうにさせていただきます あそうそう。えー、ちょっとね、えー、余談です。<laughs> 今これね、えっ、ー、と、収録している環境なんですけども、えー、自作ラジクない自作 PC のね、えー、方で録音録画してるんですけれども、えーね、ちょっと面白いことになってきてますんで、ちょっと紹介です。 これあの 4K 画面を 2K でキャプチャーしてるんですけども、キャプチャーは OBS というアプリケーションで行ってるんですけれども、普通に録音・録画できてるかとは思うんですけどもね、ちょっと録音・録画できてなかったらショックだな。ちょっとね、その画面をお見せいたします。OBS の画面ですね。えこちら、えー、OBS の画面なんですけれども、キャプチャーしてるとこなんですけども、実は、 えー、OBS を今6本立ち上げてますこん,なこんな感じですね今あのロック音録画している OBS が1本目ですねでこちらこれ生放送をやってるとこですで1本目生放送2本目生放送3本目これに至って 4K 生放送ですねえー、生放送5本目 えー、あちゃうわ4本目か。で、生放送5本目と。えー、YouTube 生放送を5本同時に行いつつ、しかも1本は 4K。さらに、えー、と、このようにしてですね、音声と映像を、うん、と、録音録画できていると。しかも、えっ、ー、とですね、こちらですね、動画編集ソフトエディウスプロで、 えー、非常に重い処理、えー、ですね、これ。動画の書き出しも行っているという。なんたる暴挙。そして、こんな <laughs>、えー、重い負荷を PC にかけ続けて大丈夫なのかと。しかも、この PC、第6世代 WindowsPC なんですよ。<laughs> ここは A76700K の CPU です。グラボも比例です。えっ、ーと,えー、と、何うったかな ?GFORCE の。 えー、だったったけな <laughs> 要はそんな環境でねこんな重いことを、えー、PC にやらせてるなと言ったとこちょっと面白い状況になってきてるんでね、えー、このようにちょっと紹介させていただきましたけれどもまあさすがにちょっと CPU 負荷100%だと思うんですけれどもね普通に、えー、カクカクすることなくね動いてます、えー、タスクトレイ見てみましょうか マスクトレイ見たら、さすがに重いね、ちょっとね。えー、CPU は100%ですね。えー、GPU はまだ処理余ってますね。55%ですかあ。CPU でも100、若干切るぐらいですか。さすがにエディウスの処理が一番重いのかな。えー、でも、OBS が今、盛大に6本も立ち上がってますけども、一番重い処理で、 えー、4K 生放送の CPU 負荷率24%ですか。えー、やっぱ 4K は重いですね。えー、っと、エディウスの今の書き出しも 4K なんで、4K になった途端、爆上がりなんですけどね、処理は。まあでも、えー、っと93%、95%、100%に張り付くってほどではなくて、えー、まあ普通にね、PC は動いております。しかも、第6世代、えー、CPU、今から6、7年前のね、 えー、ポンコツ WindowsPC でここまでできるとね Mac の人どうですか別にあの自慢するわけじゃないですけども Mac 使ってる場合は荒らしまへんでほんまに <laughs> 前にも言いましたけれどもあの Windows と Mac のパフォーマンスの差ってねここまで違うんですよあの Mac はねあの生放送を2つ立ち上げるなんて まあ最近はどうか知らないですけどありえないっていう話も聞いたことありますしねそれがまあここまでね違うというところでですねまあ僕はまあさすがにまあ一生 Mac は使うことないんですけどもここまで違うかといったところですね。というわけでポンコツ PC 君まだまだねえ第6世代ですけどもえっと今第13世代まで。 言ってんのかな、えー、もうそろそろ買い替えたいところではあるんですけどもバンはケチなんでね、えー、まだまだこのまま使うと言ったところですねはい、本日以上です付け足しの、えー、雑談でした以上ではでは